おい、俺だよ。羽島恭志郎なんだよ。いやー、TikTok つまんないよな。うん。いやー、その TikTok 面白いやつって少ない。やっぱり。うん、探せばいるだろうけど、やっぱね、すごい言い方悪いけど、黒人。黒人って基本的に面白いじゃないですか、やっぱりあの人たち。言っちゃ悪いけどね。面白いじゃん。そんな。あんな。ブルガリア言語学院でさ、ボビー・オロゴンさんの一派たちはみんな黒かったか知らないけど、プールの中でさ、ボーってさ、叫んでたんで、誰か一人。それが、黒人がやったらもう、タタタンって面白パワーがさ、もう天まで突き抜けて、ほんとそれは腹痛かった。あーみたいな感じで、水中でやってんだよ。考えられなくね？水中で大声出すって面白すぎでしょ。って思って、マジであれは面白い。だけど多分音源を使ってるからつまらないんですよ。これって普通にね、普通にやれば多分面白いんですよ。で、音源っていう縛りがあるんですね。だから自分で作んなきゃいけない。あと著作権がやばそうだな。タップで、何のために生まれてきたんだよみたいな時だな。はい、投稿します。こうやって目以外隠してちょっと横向くやん。じゃあもうあえて右肘左肘やっちゃおうかな。もうあえてね、逆にやっていこう。はい、どうもー、羽島恭志郎です。ということで、TikTok 出張版雑談ということでね、皆さんに撮っていきたいと思いますけどね。でも雑談で何しようかな。まあ、でもね、皆さんのね、まあ、ゆかりあるものからね、雑談していこうと。はい、どうもー、羽島恭志郎です。ということで、TikTok 出張版雑談ということでね、皆さんに撮っていきたいと思いますけどね。でも雑談で何しようかな。まあ、でもね、皆さんのね、まあ、ゆかりあるものからね、雑談していこう。はい、どうもー、羽島恭志郎です。ということで、やばいな、どうしよう。もう、いないいないばー、いないいない、虚しいな、なんか悲しくなってくるんですよ。本当に助けてくれ。面白くないな。 TikTok 難しいな。どうやったらみんな面白くなれる TikTok。
もう無理だ、俺は TikTok やめた。いいよママだジュー、いいよママだジュー、エビデンスエビデンストラックメーカー、TikTok で人を笑わせる、すげえよ、かゆっ、爪きたな、こんなひどい動画あるか、今まではなかったが、こんなひどい動画を私が生んでしまった、私に責任があるということで、ヤバいものを生んでしまったヤバいもの誕生パーティーをします。はい、今日はね木曜日です。ゴミ、爪にゴミが入ってね、すごいね、言い回しは目にゴミが入ってんだよっていう時のね、あれですけどね、目に粗大ゴミが入ってんだよ、やばいな、巨人か、巨人人じゃん、やばやばっ、ウイスキー大好き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 。なんか人と話すときにウイスキー大好きって言うと口角が上がる。ウイスキー大好き、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 ウイスキー大好き。ウイスキー、イイイ、ウイス、ウイス、ウィウィウィ、ウイスキー大好き、ウイスキー大好き。やば。いや、それなんかもう30年後の未来にこんな動画出したらマジで耳そがれるわ。うん。耳、えっしゃーって言って切られちゃう。やばい。ウィスキー大好き。ウィスキー大好き。ウィス、ウィ、